F.A. マスは、フランスのジョット参加のサンテチエンヌ造兵賞が製造したブルパップ方式のアサルトライフルである。文書によってはマイナスを省略して、ホーマスと書かれる場合もある。その形状からクレイロンとも通称された。九百七十七年七月に、フランス陸軍が旧式化したマス四十九半自動小銃やマット四十九の後継として、正式採用した。 価格は、会1が1500ユーロ、G2 が3000ユーロ。重剣を装着した FA マスを装備したフランス空軍兵 FA マスは、全長75.7センチメートル、重量3.7キログラム、合計5.56ミ、mm、リメートルのブルパップ型ライフルで、上部には M16 のような照準機を兼用する大型キャリングハンドルがあり、2脚を標準装備している。 初期型の F1 や後継の G1 では専用の25発断層を使用し断層を装着していない際に異物が銃へ侵入しないようマガジンウェルに挿入するダミーブロックが用意されている。1994年から製造されている G2 バージョンからはスタニッヒマガジンが使用できる。装備装局は2017年より 順次 H&KHK416 回と入れ替えていくと公表した。交換作業は2027年終了を目指している。レバー遅延式ブローバック概念図遅延状態と自由、交代状態の比較、力点、作用点、視点の第三種テコが構成されている携帯性向上のため、重心を縮めずに全長の短縮が可能なブルパップ型のデザインとなっており、 作動機構として AA-52 機関銃と同様のレバー遅延式ブローバックを採用している。レバー遅延式ブローバックは、テコの権利を利用して、ボルトの開放を遅延させる方式で、H&KG3 小銃や、H&KHK21 機関銃のローラー、遅延式ブローバックと同じ系統の作動方式だが、こちらは、 レシーバーボルトボルトキャリアの3部品が2本の爪を持つ、レバーを介して連結される構造となっている。コッキングハンドルは銃の上面にあることから左右どちらの側からでも操作でき、ボルトキャリアと結合しているため、射撃時にはボルトキャリアに伴って前後動を行う。ガスポートが存在しない長い重心を持つため、命中精度は良好であり、反動を制御しやすい。 ブルパップ形状、重心軸線が居手の肩の下方に位置するデザイン、反動がマイルドなレバー遅延式ブローバックの効果などが複合し、連射時の安定性、集団性は共に良好であるとされる。重剣は重心の上側に装着される。セレクターにも工夫があり、オプションパーツとしてバーストユニットが組み込めるようになっている。 これは安全装置とは別の切り替えスイッチが用意され、ON にすることにより、フルオートがバーストへと切り替わる。FA マスのバーストは、反動で、いての姿勢が変化する前に高速で三転車を行う、ことで、集団性を向上させていて、この発想は、H、H&KG11 や VP70 の影響から生まれたもので、同様の発想に基づく製品としては、 M93R やマイナス94が知られている。さらに FA マスにはライフルグレネードの運用機能もあり、対人、体軽走行用のアパブ40と対走行用の AC58 が用意されている。直接照準用と間接照準用のアリダード式照準機2種類が付属しており、前者は射距離75内視100メートルの対装甲車両戦闘時に用いる。 後者では、伊手が伏せ打ちの姿勢をとって、装備板を地面に当てた FA マスを斜めに支えて、用いる。射距離の調節は、FA マスの水平面からの角度と、ライフルグレネードを重厚に差し込む長さとを組み合わせる、ことで行い、最長340メートルと設定されている。初期型では、照準機を兼ねるキャリングハンドルが固定式であることから、取り付けられる。 高角照準機が制限されていたが、後期型では、キャリングハンドルを脱着式とし、ピカティニーレール付きのものに交換できるよう改良された。ただ、取り付け部直下にコッキングハンドルが存在する基本構造は変わらないため、高角照準機は依然として、実際の車線からやや高い位置に入精度の低下ブルパップ型を採用することで全長を短縮する利点を得たが、 その代償に前後サイトの間隔を十分に得られなくなり、長距離射撃時の命中精度に誤差が生じやすくなった。そこで2脚を標準装備にすることで、設置時の安定性を向上させて、委託射撃時の命中精度の維持を図った。健康被害重症に気候を組み込む構造ゆえ、射撃姿勢を取ると、顔の位置に気候が存在することになり、健康問題が生じた。 呼吸器系顔の直近に排出された消炎を吸い込むことになり、呼吸器系の健康を害する可能性を問題視されている。聴覚系射撃姿勢をとると、気候の直近に耳を近づける形になり、作動音や破裂音が鼓膜を痛める可能性を問題視されている。顔色気が排出口が顔の位置になるため薬莢が顔に当たる危険性がある。整備時に、 部品の向きを入れ替えることで配、鞘方向を左右に変更できるようになっているが、現代戦で行われる左打ちと右打ちを臨機応変に切り替える用法に対応できない欠点が残った。弾の相性問題初期型の F1 は、アメリカ軍で使用されている M193 弾を想定して設計されたために、標準仕様のナトウ弾を使用すると薬莢がちぎれて、動作不良を起こす危険がある。 鉄製の薬莢のナトウ弾を生産し、多国製のナトウ弾の使用を禁じて、応急対象を行った。後期モデルである G2A のアップグレードで、スタニッヒマガジン対応に合わせて、標準ナトウ弾も使えるようにしたが、依然、海一も現役であるため鉄製薬莢はそのまま、使われ続けている。普通陸軍、フェリン第二世代モデル専用に開発された FA。 マスフェリンのデモンストレーションキャリングハンドルを廃し、設けられた専用マウントに乗る、統合型光学照準システムが映した映像を、トリガー全部のコントロールハンドル下部から優先で、専用ヘッドマウントディスプレイに投影する機能が付与されたため、遮蔽物に隠れたまま射撃することも可能。イ一スタンダードモデル。イ一スナイパーキャリングハンドルを、 オーガストタイプの通常より一回り小さいマウントレールに変更したモデル G1 回1にハンドガードが付いたモデル G2G1 をスタニッヒマガジンが使用できるようにしたモデル G2 コマンドカービンモデル g 2 s m g g にコマンドにバーティカルグリップをつけたモデル2脚も外されている G2 ピカティニーレール回1スナイパーをスタニッヒマガジンが使用できるようにしたモデル G2 スナイパーカ一1スナイパーの重心延長モデル。民生品として、フルオート三点バーストを排除したものが、フランス国内で300兆、北米用が300兆の、計600兆のみ販売されていた。三点バーストの切り替えスイッチ自体は、フランス及び旧フランス領諸国以外の採用は、カ1型が、アラブ首長国連邦軍、G2 型は、 フィリピン国家警察の特殊部隊スペシャルアクションフォースに採用されている。FA マスの登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。スズメはチ前編を通じて、主人公が使用。ブルパップ方式の本銃の特性を活かし、室内戦で威力を発揮する。特装戦隊でカレンジャー第49話に、SPD の装備として G1 が登場。 一般隊員たちがデカベースに侵入してきたドロイド軍団に対して使用する。平成仮面ライダーシリーズ仮面ライダーウが第39話に警視庁サットの装備として G1 が登場。未確認生命体第43号5ザザルバに対して第43号が持つ毒素を中和する成分を含んだ弾丸を打ち込むために使用される。仮面ライダー555第44話に 重武装警官隊の装備として G1 が登場。ホースオルフェノクとクレーンオルフェノクに対して使用される。仮面ライダーディケード第12話にアギトの世界の警察の装備として G1 が登場。警官隊が神経断裂弾を装填し未確認生命体に対して使用する。シャーロット13話で相手が使用プロジェクトパポプロジェクトパポファースト第4話にて登場。 兵士が使用。エウレカセブン AO ゲネラシオンブルシャの警備員などが装備している。キューティクル探偵イナバ OP に登場。クレヨンシンチャン電撃。豚のひずめ大作戦秘密組織、SML の装備として、海一が登場。主要人物の一人である、SML 隊員のコードネーム、筋肉が秘密結社、豚のひずめの戦闘員たちに対して使用し、 豚のひずみ幹部のブレードに対しては、弾切れを起こした上に素早いブレードの攻撃で、マガジンを交換する暇がないことから、そのまま鈍器として使用する。こちら、葛飾区亀有公園前発出所、ボルボ式射撃特訓の巻に登場。遠い海から来た、COO フランス軍の特殊部隊及び水兵が、使用する。また、特殊部隊から漏獲したものを主人公達も使用する。 謎の老婆、ファークライサン、プラアーノン、S バトルグラウンズ、北欧マップ、リビッチ限定武器として登場する。X オペレーションズ、フォーマスの名称で登場。相談数は少ないが、連射速度が非常に高い。カウンターストライクオンライン、ゴーストリコンワイルドランズ、G2 の名称で登場。コールオブデューティシリーズ、COD、メガワットにロシア彫刻家主義派が使用する。 三点バースト。COD、ボーハドソンら CIA が使用する。しかし、ゲームの設定年代が1960年代なので、本来は存在しない。COD、ボーサン、ファーの名称で近代化改修を施したものが登場する。COD、メガワット、FR5.56 という名称で登場。三点バースト。COD、 モービレ開一モデルが FR5.56 という名称で登場。しかしフルオートになっている。スペシャルホースにソードアート、オンラインフェイタル、バレット着剣状態の G2 がシルフの名称で登場。ただし、フォアエンドなど外見が若干アレンジされた架空獣である。リーファのほか、一部のムービーで主人公も使用。ディビジョン、フォーマスの名称で登場後、 ブルフロックに解消される。バトルフィールドシリーズ BF2EUA 製兵で使用可能。プロジェクトリアリティ、フランス軍の標準装備として FA マス F1 が登場。スコープは M68 コーテック552スクロム J4 からの選択。陛下によってはアイアンサイトも選択可能。FA マス用のライフルグレネードとして 対人用にアパブ -40 を4発、対走行用に AC-58 を1発、円幕弾にフム -50 を4発傾向している。BF3DLC、バックツーカーカンドにて実装。BF4 ゲーム内の陛下、突撃兵の武器として登場。BFH、メタルギアソリッドスネークと敵兵が使用。レインボーシック 6CG、カイ2の名称で登場。 攻撃オペレーター、トゥイッチで、使用可能。フォートナイト、バーストアサルトライフルという名称で宝箱から入手、可能。レアリティは白、緑、青。1回のリロードで装填できる弾数が20発になった。現在は2点バーストになっている。ドールズフロントライン星4戦術人形として、フォーマスが登場。ありがとうございます。